今回はバージョン 0.6.2.0 から可能になったモッドの作り方について説明します。まず適当にプロジェクトを作成してスクリプトを作成し、リソースなどを追加します。つまるところ、モッドとは譜面に組み込まずに使用できるスクリプトとリソースのセットを意味します。今回はこんな感じのスクリプトとリソースを作成しました。ファイル、モッドの発行を選択します。発行ウィンドウが表示されるので、適当に埋めて OK を押します。するとモッドのファイルがエクスプローラーを通して表示されるので、PPD モッドにコピーして、楽しむなり配布するなりしてください。